ロードランナーの一部ロードランナーとは、アメリカ合衆国エネルギー省が保有した、ニューメキシコ州のロスアラモス国立研究所に設置されたスーパーコンピューターの一つ。2008年に設置され、2008年6月から2009年6月までのトップ500ランキングで1位となり、2013年3月に撤去された。米エネルギー省は、備蓄している核兵器を安全。 確実に保持する核兵器保全管理計画を進めるため、核兵器の安全性、信頼性評価シミュレーションを目的として、ロードランナーの建設に着手した。その他にも、天文学、遺伝子、気候変動の解析なども、利用目的とした。ロードランナーは、一億3 3三百万アメリカ、合衆国ドルで、ピーク性能を1.7プフロップスを目標に、設計され、 IBM によって構築された。2008年6月のトップ500ランキングで2位のブルージーン L を大きく引き離す1.026プフロップスを記録し最初に1プフロップスを超える性能を実現した。その後2009年6月までトップ500ランキングにおいて1位となったが2009年11月のランキングでジャガーに抜かれて2位となった。 ロードランナーはプロセッサに 1.8GHz デュアルコアオプテラン6912個と不動小数点演算を強化したセル BE アーキテクチャのプロセッサパワーアクセル 8i12960 個を搭載したトップ500で使用するリンパックを動作させられるコンピュータとしては世界で初めてチップフロップスに到達したコンピューターとなったロードランナーは 三つのフェーズを経て段階的に構築され性能を向上していった。第一段階として2002年に稼働を開始したロスアラモス国立研究所の既存システムアスク9の置き換えを目的としてオプテランプロセッサのみを用いたクラスターを構築した。第二段階でセルプロセッサを搭載した IBM ブレイセンター QS20 を追加して予備評価を行った後 2008年に最終段階としてオプテランとパワーアクセルの本格的なハイブリッドシステムを構築し2008年6月に発表された第31回トップ500リストにて1.026プフロップスの性能を示したロードランナーは異なるアーキテクチャであるパワーアクセルとオプテランの構成を採用したまたオペレーティングシステムには レッドハットエンタープライズリナックスよびフェドラを採用した。エンドオブザロード4ロードランナーハット、オプテラン搭載ジャガーがロードランナーを抜き、トップ500の1位に、インプレスウォッチ、2009年11月16日、閲覧。ペタフロップスに、スパコンが、突入理論性能は、世界一の IBM ブルージーン、L3、スパコントップ500、1ペタ超の IBM、 ロードランナーが1、ロードランナーチュートリアル i ンイントロダクション n 2ロードランナーザセルプロセッサー。ピアニッシモ4、2008年12月14日閲覧。top500.org、a s ル q α サーバー一点1 2 5 g h z 2008年12月14日閲覧。ロードランナー。2008年12月14日閲覧。ありがとうございます。